今月は JA 鳥取中央の直売所、満載館の取り組みについてご紹介します。倉吉市にある春泉プラザ満載館は平成21年にオープン。今年10周年を迎えました。直売所会員数2000人。1日平均およそ200人の生産者が旬の農産物を出荷しています。詳しいお話を店長の正樹さんに聞きました。 こちらの館はどんんなな直売所ですか中部館内の農産物が集まっておりまして、まあ、あの肉をはじめ、野菜、加工品、いろいろ揃っておりますね。何か販売する上では、心がけてていることってありますかやはり、われわれ農協としましては、新鮮、安心、安全なものを提供するということで、不定期ですけども、残留農薬の検査だったり、職員が店を回って、目視であの新鮮なものを見ておるということを心がけております。 満載館では毎月1回、食育の日を設けていて。従業員が旬の農産物を使って、料理をして試食。レシピを教えています。他にも、満載館のおすすめポイントはありますか。まあ、この今釣り前って言って、ここね精米の仕立てのものを、あの販売するということで、やっております。精米仕立てはやっぱりね、あの新鮮炊き上がりも良いんで、やっぱり皆さん好まれますね。 デビューしたばかりの、先月ね、デビューしたばかりの星空米もあるんですね。そうですね。まあ、あの、中部管内では、もううちだけなんで、狭い仕立ての星空米っていうのは。お客さんには、どんな風にお買い物を楽しんでもらいたいですか。すね、まあ、もう、先ほども申しました通り、安心安全な農産物を提供してもらって。まあ、あの、今日の食卓で、あの、やっぱり、疲れを癒していただけるような、あの食、食材を提供したいなと思っておりますので。 満載館では年間を通しておよそ200品目の農産物がお店に並べられています来週は満載館に野菜を出荷している生産者にスポットを当てます。